抜く、よーい、スタート。今どんどんはしごの方が引っ張られて連携をしています。荷重が3点、荷重が4キロニュートン。はしごの方はかなり初期スリップがあって、今荷重がようやく上がり始めました。現在荷重が6キロニュートンです。はしごが94ミリ、元隣が20ミリです。10キロニュートンを突破しました。現在左の壁が117ミリ、右の壁が38ミリです。左の壁も徐々に剛性が上がってきて、初期スリップを除くと今、剛性がほぼ同じぐらいになってきています。現在荷重が 16.5 キロニュートンで、左の壁が140ミリ、右の壁が58ミリ。右の壁は、最初のこの、約8の変形差を保って、荷重が20キロニュートン突破しました。現在左の壁が169ミリ、右の壁が81ミリです。現在荷重が24キロニュートンまで、上がってきています。左が185ミリ、右が95ミリ。現在荷重が26キロニュートンまで上がってきています。左が約200ミリ、右が117ミリ。荷重が 27.5 まで来ました。左が209ミリ。右が129ミリです。右の壁の剛性がかなり低くなってきて、現在もう間もなく右の壁の下りが今抜けました。29キロニュートンまで来ています。故障してしまいましたので、